うん。うまい。そうめんのきゅうりドレッシングであえて、その上にトッピングで、マダコと梅肉和えのマリネを添えます。材料説明します、うん、ボイルしたタコですね、まあうん、生でもいいんですけど、まあ、ボイルタコ、まあ、スーパーであるものも構いません。で、飾り用のシソのスプラウト、まあ、これも何でもこれもスーパーであるもの大丈夫です。梅干しですね。でドレッシング用の玉ねぎと、ニンニク、これ一番ポイントです。そうめんですね。そうめん2つあるんですね。で、キュウリ。で、白ワインビネガーとオリーブオイルですね。タコを丸にしていきますね。まあ、お好みの大きさで、食べやすい大きさですね。どうですか、食べにくいよ、うん、これぐらいにしようか。これぐらいが食べやすいかな。梅干しですね。梅干しにで、いただきます。これぐらいな、うん、これぐらいかな。まんべんなくこうなじませて、うん、軽く全体的に混ざり合えば大丈夫です。そんなに長いこと丸にしなくても大丈夫だと思います。こんな感じですかね。まずキュウリですね。このミキサーで回すんで、ちょっと端っこだけ落としてもらって、こんな感じでしょうか。はい、入れていきますね。で、次玉ねぎですね。どれくらい、あんまり入れすぎたら辛いので、小指ぐらい、うん、これぐらいですか。これぐらいですね。これはもうニンニク、このまま主張、まあ、ちょっと隠し味程度に入れたいので、これどれぐらいですか。小指の爪と、小指の爪より大きいですね。小指の爪2枚ぐらいです、はい、小指の爪2枚ぐらい、なかなか出てこない、例えが多くない、例えが白いビネ、うん、でも大丈夫。米酢でも穀物酢でも、穀物酢でも大丈夫です。で、オリーブオイルですね。で、まあ、2つまみぐらいの塩と白コショウ、1、2、3回ぐらいですかね。はい、これを回します。すごい音です。さすがアメリカ製なんだ、これ。はい。で、まあ、こんな感じですかね。相当、そうですね、細かい。ペースですね。そうですね。これをそうめんにあります。ソースですね、ドレッシング。おお。こ
これそうめんこんなことなってるとこ見たことないんですよ。多分切れるんで、はい、繊細に扱わないと。馴染むようなイメージで、まあ、味はお好みで調整して、そうですね、塩で、味は全然イタリアンじゃないんですよ。シソのスプラウトですね。シソのスプラウトで、まあ、仕上げに。イタリア料理の人間なんで、すみません、オリーブオイルかけさせてください。すみません。すみません。できました。キュウリなんでね、いただきます。うん、すっごいあっさりしてますね。うん、これもやっぱ夏の、うん、食欲の落ちた時とかもにも、うん、またこの梅肉との相性がキュウリはすごくいいので、うん。そうめんは繊細ですね。なんか女性的というか、パスタはなんかもうちょっと力強い歯ごたえとかが主張されるけど、そうめん、そのキュウリがすごい生きてくるというか、うん、多分パスタだったらここまでキュウリの味しないと思うんですよね。うん、優しい、すごい優しい。そう、これ本当でもミキサーと、ミキサーを使ってあと切ったり和えたりするだけなので、ぜひあのご家庭でもぜひ試してください。